とうございます。プロデューサーさんはこの後戻っちゃうんですよね。いえ全然です。ここまで付き添ってくださっただけでも嬉しいです。お疲れ様です、プロデューサー。休憩にホットチョコレートどうぞ。今お出ししたのと同じものなんですけど、チョコレートスプーンです。バレンタインです。いつもありがとうございます、プロデューサー。実はお出ししたのは整形がうまくいかなかったものなんです。そんなものを出すなという話なんですけど、プロデューサーのために作ったのに自分で飲むのは。味は大丈夫なはずなので。違うんです。嬉しいですけど、私がもらってしまっていいのかなと。長崎名物カステラパイ。生地はココア味にして、さらにチョコレートでコーティングしたとよ。
そいじゃ無事渡せたし、うち行くね。あのプロデューサー、後で感想ば聞かせてもらいたか。美味しかったかどうか。そいじゃ今度こそ。ありがとう、そうさせてもらうって。恋はチョコ？うちに？嬉しか。プロデューサーがうちのために選んでくれたと。ありがとうね、プロデューサー。お返しは腕によりをかけるけん、期待しとって。ですよ。まあ日頃の感謝を込めてって感じです。おすすめの食べ方は丸かじりですかね。それじゃあお疲れ様でした。プロデューサーってこういうイベントごと結構好きですよね。あ、別に悪いとは言ってないですよ。じゃあこれありがたくいただきます。ああねえプロデューサー、実は行きたいお店があるんだ。よかったら付き合ってくれないかな。今日という日に気持ちを伝えるために送るスイーツのお店さ、私と一緒にチョコレートを食べてほしい。いや、あなたはいつだって私を喜ばせてくれるね。ありがとうプロデューサー、あなたからの気持ち大切にいただくよ。イータンホイ、バレンタイン。ご覧の通り大したものではないので気楽に食べてよ。溶かして冷やして固めればいいんだから、生チョコって初心者に優しいわ。え、ほんとピータンはこういうのささらっとやっちゃうんだからさ。喜んでないとは言ってません。頂戴しまーす。
ください。優しいジャムですか？優しいジャムの人。ドーナツが惑星で、アイシングが宇宙とか銀河です。さんに感謝を込めて、じゃじゃーん、こちらのチョコをプレゼントです。お納めください。もちろんです。今日はチョコアイドルの正念場ですから、プロデューサーさんの素敵なバレンタインデーに少しでも貢献できたら嬉しいです。よし、誰もいないな。こんな大げさなの直接だとやっぱ、うわあ！プロデューサーどうしたんだよ。打ち合わせじゃなかったのか。おう、なんでもねえよ。ほらこれ、打ち合わせだったなら腹減ってるだろ。よかったら食べるか？お、いいのか？ありがとな、プロデューサー。うまい。けどさ、あんたってほんとこういうのマメだよな。そういうとこ素直にすげえって思うよ。
気にせずお召し。あ、違う。はい。いえ。あの、すいております。いえ。すいております。品で。はい。ごゆっくり。あの、お召しになって。いえ、その、そうでは。失礼いたします。これをリンゼに。どういたしましょう。いただく練習はまだ。プロデューサー、これ受け取ってちょうだい。二つともプロデューサーのよ。私とカトレアで選んだの。私は右のものがいいんじゃないかと思ったんだけど、カトレアが左の方がいいって譲らなくて。なんて冗談よ。どれも素敵でなかなか決められなかったから。ええ、本当はもっとたくさんあなたにあげたいけれど、それはこれからにとっておくわ。あら、これ私に？何かしら。でも開けなくてもわかるわ。きっと私のとっても喜ぶものよね。だってあなたからのプレゼントですもの。作っててめっちゃ楽しかったし、それにリクエストされたからにはちゃんとしたのにしたかったから。お菓子なんだから食べちゃってよ。そこまで思ってくれてありがとう。でも美味しいうちに食べてくれた方がアマナはもっと嬉しいな。お家でゆっくりいただきます。本当は今すぐ食べたいけど我慢。だってしっかり味わいたいからね。チョコいっぱい作ったからいっぱい食べてね。これ全部プロデューサーさんのだから、全部。いいの。じゃあいただきます。なんか味見の時よりも美味しい。
プロデューサーさんからいいの？なんかチョコ食べてばっか。バレンタインって最高。いいえ、せっかくのバレンタインですし、もらってください。そうですよ、小物とお菓子は違うんですから。そんなんじゃ。手作りが良かったんですか？私もちょっといいなって見てたんです。もしかして駅前の？既製品なのに特別な感じ。プロデューサーさん、チョコあげるっすよ。バレンタインって楽しいっすね。すごいものがいっぱい売ってたっすよ。そうっす、早く早く食べてみるっすよ。ああ、トゲトゲしたやつ、それ欲しかったやつっす。ありがとうす。プロデューサーさん、たくさんあるんでもっと食べるすよ。え、チョコをくれるすか？ありがとうす。ちょうど甘いもの食べたかったすよ。おいしい。食べたことない味っす。なんすかこれ？プロデューサー。なあ、もううっさい。うん、これ。今日一日渡しそびれてたけど、渡さないまま帰るのも負けたみたいだと思っただけ。さっさと受け取りなさいよ。別に。へえ、いい心がけじゃない。ちゃんと冬のこと考えて用意したんでしょうね。今から確かめてあげるわ。お疲れなプロデューサーを発見。じゃあ甘いものタイムです。チョコどうぞ。うちも自分用に買ってきたから一緒に食べる。
味しかったからこれにしたの。それにさ、ボンボンショコラって名前もよくない？ボンボンって可愛い感じじゃん。ボンボン。何って？ほらほら、友達からもらうチョコって友チョコじゃん。だからプロデューサーのチョコはプロチョコ。気になるでしょ。食べる？バレンタインのやつ、お父さん用だけど。なんで？わかんない。なんかこうするために買ったんだったかも。うわ、チョコだ。本命ってやつですか、これ。食べないけど、本命しか。お疲れ様です。これバレンタインです。よかったらどうぞ。このお店美味しいのでおすすめです。葉月さんの口にも合うといいのですが。あとすみません、これを社長にも渡してもらえませんか。今日はいらっしゃらないようなので。お疲れ様です。忙しそうですね。そうですか。今日のレッスン終わりましたので、ご報告だけ。お先に失礼します。ありがとうございます。じゃあこの赤い袋のいただきますね。好きな味とか形とかないので、何でも大丈夫で。ハート型。
もしかしてドッキリじゃないんですか？1個だけあげるね。ほら、口開けて。